キリスト教公用1834年版。キリスト教公用は、ジャンカルバンの主著、プロテスタント神学の最初の組織神学書である、1536年3月に、バーゼルにおいて、ラテン語で執筆された。その後、ほどにわたって、改定増保され、1559年に出版された、第5版が最終版となった。構成 この版をもって各国語に翻訳されてきたため決定版と呼ばれることもある。なお、初版本を除き、カル版は最終版のフランス語版は1560年に出版されている。公用初版の序文にはプロテスタントを迫害した、フランスは一世への検定の字が長文で表されている。初版本では最初はロマ書公開の形をとっていたが、やがて十回、 使徒信条、主の祈り、霊典、教会規定などの解説が付けられて、使徒信条の項目、神、キリスト、精霊、教会などの主題にまとめられた。なおこの変化は、ルターの、小教理問答の枠組みを借りて書き上げられた、初版本が、その後カルバン独自の神学の形成に伴って、次第に変化していったもので、例えて言えば、ルター主義的な、立法から福音へ、が、 福音から立法へと変化したことを示しているとされる。カルバンが公用を執筆した目的は聖書に対する神学的な手引きであり、特に改革派教会の神学的基礎を記している。その中心的な思想は神の権威と聖書における唯一の啓事の主張である。アリスター・マクグラスはこの本が中世の聖書解釈の複雑な枠組みを必要ないものにしてしまった。としている。 スタンフォード・リードは、クリスチャニティ・トゥデー宗教改革記念号の論文、ペンテコステ以後最大のリバイバルで、宗教改革以後に、宗教改革ほどのリバイバルが起こっていないと指摘しており、その理由として、宗教改革の中心には、教理があり、宗教改革の前進に強く作用したのは、キリスト教公用であったとしている。インスティトーショー・クリスティアニー・リリジェニス。 1597創造主のある神に関する認識について、最初立法のもとに、父祖たちに、ついでまた福音において、我々に明らかにせられたる、キリストにおける贖い主としての神に関する認識について、キリストの恩寵を受けくる様式、及びその恩寵より我々のために生ずる結果、並びに、それに随伴する効果について、神が我々をキリストとの交わりに招き、 その中に止め置きたまう外部的手段あるいは援助について日本では1934年に中山正樹が翻訳したその後最終版が1962年に渡辺忍による翻訳にて刊行、2007年から2009年にかけて解約版が上司されたなお初版は2000年に久米厚みによる翻訳で刊行されているアリスター・マクグラス 宗教改革の思想 P208 教文館クラスルーニア現代の宗教改革コミネ書店 P56 ありがとうございます。